山田まさみのびっくりしゃっくり大怪獣。はい、前回に引き続き、出演は山田まさみさん、はいはい、そしてゲストに早川まさるさん、ありがとうございます。進行は私新井あゆが務めさせていただきます。前回前々回からですね、そのシートのお話をさせていただいているんですけれども、はいはいはい、とても気になったことがあったので私から、ご質問をさせていただこうと思います。こちらのウルトラ Q、2020年の挑戦とあります。こちら放送はですね2021年なんで、え、去年の話、え、でもこれ発売だっていう謎に私の中では、ね、包まれてるんですけれども、これどういったものなんでしょうか。要するに2020年という時間を持つ世界から、はい、要するに未来ですよね、はいはい、この当時は1965年の撮影ですから、要するにもう、まあ、どれぐらいのスパークかっていうと、何年先、55年先ですよね。で多分55年も経ってれば、うん、もっとね、この当時はその未来というのはその透明チューブに車が走ってる、空飛ぶ車が走ってる未来が来るだろうっていうふうにみんな思ってたわけですよ。はい、でおそらくそういうところの人類というのは、まあ、例えばその頭でっかちになっててね、その運動はしないでそのどんどん知能だけが高まっていくんじゃないかとか、そういう想像の仕方をされてたんですよ。肉体労働はみんなロボットがやってくれるとかね、うん、召使いロボットがいて、そうもう歩かなくても瞬間移動、チューブの中をピューって空中都市にゼロゼロやつじゃないけど、そのね、学校行く時もヘリコプターで行くとかね、もうつまりもうなんて、まあ当たらずずっとも言えども、今ね、その確かに体力使わなくなってますけど、よりそのね誇張されたイメージがあったんですね。だからこの当時は例えば東方の映画だと、そのがんの特効薬を渡すから、はい、協力しませんかとかね、地球に住んでいいですかみたいな、宇宙人がそのなんていうの、交換条件でね、怪獣大戦争なんでね、要するにそのやっぱりその今もっと増えちゃったかもしれないですね、がんっていうのはね、不治の病、もうかかったらもう死んじゃうぞ、はい、で結局その、まあ、そのウルトラ Q の世界ではおそらくその科学が進歩して、はい、医療が大変優れたものになっているはずだと、うん、でところがその長生きはできるようになったんだけども、体の組織自体はその昔のまんまであると、うん、だから未来から人が来てその今の人類の若い肉体を奪おうと、うん、というお話なんです。恐ろしい話、人さらいの話なんです。じゃあ2020年から人さらいが来るぞって話なんです。そうただその2020年の未来のところがどこなのかっていうのはちょっとはぐらかされてる。でなぜかというと、ケムール星人じゃないんだよね。ケムール人、あ、星じゃない、星じゃない、あくまで星はつかない人なので、それは私たちが住んでる地球の未来の姿かもしれないよという。うわー細かい、だから怖いですよ、ね、しかもあなたの、ね、隣にいる人はみたいな感じ、要するにそのウルトラ Q の前の、ね、ウルトラ Q がヒントにした、はい、ミステリーゾーンとかアウターリミスとか、で、うん、要するにすでにその宇宙人たちが、うん、人間の生活の中に入ってるっていうようなお話とかがあって、うん、で例えばそのケムル人がその主人公のジュンちゃんに化けちゃうわけですよ。えヒロインの女性の方をね、はい、桜井宏子さんを、うん、まあ、誘拐していくわけなんですけど、要するにもう、まあ、この当時はウルトラ Q のアート番組でウルトラマンがあって、うん、このウルトラマンと一緒のウルトラマンが日曜日で、月曜日にマグマ大使があって、うん、マグマ大使の主人公の少年のお母さんが人間もどきっていうね、人間もどきっていうそういうね、うん、人間であって人間でないそっくりなんだけど別物にね、うん、すり替えられちゃう、これはね、SF のこの当時のねSF の大テーマで、うん、子供にとって一番怖いんですよ。だってお母さんが人間もどき、もうすすむちゃん大ショックじゃないけども、それ見ちゃうと、ね、ひょっとしたらうちのお母さんももどきかもしれない、そのセリフがあるんだよねもどきかもしれないぞっていう、あのね、そのシートでドラマがあって、はい、そのシートだったかな、その5話大平徹がね、怪獣の紹介をするんです、うん、であれなんだ、あれですね、やっぱり
カードの方ですか。カードの方ですかね。でその時にその第2週の方から、まあ、うんうん、マグマのシートですよね、うんうん、君の隣にいる人も戻りかもしれないよっていう言い方をするわけですよ。それで大丈夫ですか皆さん皆さん大丈夫ですか。戻りじゃないですか。戻りじゃないか分かんない。それは分かんないですよ。 あの辺はちょっと戻り、ああ一番怖いところをね、だからこの話は本当にね、その監督のね、飯島さんのセンスとアイデアが詰まった2020年からね、その現代、このウルトラ Q の現代の日本にやってきて、すり替わっちゃうかもしれないよ、体を盗まれるかもしれないよ、さらわれちゃうかもしれないよっていう。これでまたね、あの夜の遊園地っていうのが、遊園地っていうのはやっぱりその昭和の子供の憧れのあのテーマパークですよ ね、はいはい、で観覧車だとかあのメリーゴーランドとかね、木馬の、それはもう子供乗りたいわけですよ。ところがそこが決戦の舞台にされちゃって、その木馬に乗ってたその純ちゃんがそのケムル人になって追いかけてくるわけですよ。でそのコーヒーカップと ねそのイメージっていうのがやっぱりすごかったですね、うん、夜の遊園地、うん、でそこに出てくるケムール人がちょっとこのまたイラストがね、うん、ちょっとなんていうんですかね、誇張されて描かれててまた面白いんですけど、うん、この歯がホッチキスの針みたいになってる。そうなんですよね。これ実際の映像に出てくるケムール人とはちょっと違うんですけど、これが迫力ある絵でね、うん、このジャケット好きですよ。またこれがこれで怖いんですよ。いやー、この猫バスみたいでしょ。そう目がギョロッとしてね、ギーッと歯を食いしばってて、うん、おまけにこのジェット戦闘機をわしづかみみたいな。だからその2000今年あのこの収録をしている現時点が2020年なんですけども、 その2020年に来た宇宙人がまあコロナだったっていうオチを僕たち特撮ファンはやっぱその現実のものとしてね、コロナが来ちゃったのかっていう、そういう実感としてありますよ。もどきじゃなくて、もどきもうだからもう世界が滅びるぐらいの勢いで今ね、うん、暗示だったかもしれない可能性がなきにしもあらずですね。だからやっぱりね、そのいいとこついてましたよね。そうですね、うん、いや素晴らしい。他にも気になった点があったんですけど、はい、いいですか。あのこちらですね、やっぱりウルトラマンコロシート、コロシートこれとこのケムル人と同じ、うん、コロンビアのシートメーカーというか、はい、シートレーベル、はい、こちらなんですけど、開けてびっくり、このウルトラマンさんは口から光線を出してるんですか。火を吹いて。火を吹いてこれね、まあ、これね、諸説あってですね。諸説、あ、まあ、グリーンモースがね、最初のは、うん、なんていうんですか、はい、特撮シーンとかも、まあ、3本撮りで撮って、ウルトラマンの最初の撮影の話で、特撮の部分、はい、で、まだウルトラマンのスペシウム光線っていう、いわゆる必殺技が、はい、いろいろその定まってなかった時期で、うんうんうん、台本だと口から炎を出してグリーンモンスで植物会場を焼くという設定だったんですね。設定だった。で一応それだとこの発売の時にはね、それはないですよってことだったんだけど、うんうん、絵の方は間に合わなかったのかなって、このト書きを見ると手から炎を出すってことになったんですけど、そうですね、微妙にね、その口に近からねここ手かなって思うけど伸びても口、まあちょっと修正されたのかなっていう。でもその あったかもしれないウルトラマンの姿、やっぱりゴジラの発想っていうのはあったんですよね、うんうんうん、ああゴジラの口から炎、うんうんうん、だからウルトラマンもいろいろね、口から炎だけじゃなくてシルバーヨードっていうね、シルバーヨード、その設定の一つとして、うん、口から銀の液体、ね、妖怪液というか怪獣、必殺怪獣退治液を、まるで悪役のような、いやいや悪役じゃないですまさにこのこれね、かっこいいですよ、ちゃんとポーズもここでは描かれてます。あ、本当だ、斎藤孝夫のねウルトラマン、ちゃんと口から出てる、あの要するにあのムカデ退治にね、あの、うん、何でしたっけ、源の雷子、はい、あの矢に唾をつけて撃つんですよ、やっぱり大ムカデをね、その孤児にならせというか、要するに唾っていうのはその猫がね、自分のちょっと調子悪いとこ舐めたりするみたいに、やっぱり解毒的な作用がある、はい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 、そういう唾液にね、そういった発想とかがいろいろこう混然となって、口から怪獣をやっつける必殺の液体を出す、い
いいですね。やっぱり口から出すと迫力ありますからね、うん、人間ではできない芸当でございますから。そうそう、これなんかそうですね、ヌエと戦う、はいはい、普通にヌエって、ヌエと戦ってる平安の、うんうん、ウルトラマンも口から、うん、まあ、手から出るっていうのはね、さすが発想がね、うん、そこを変えたのはやっぱり飯島さんや当時のスタッフのね、うん、あのやっぱりそのなんていうんですかね、飛ぶものの武器っていうのがそのなんていうの、絵になる、うん、ただその光線を出す時に動かしてしまうと、合成の人があの合成のアニメーション の, あの出発のところをね動かしたくない、はいはいはい、でもともとは忍者の手裏剣投げる発想なんだけど、で左手の方はあの要するにこう銃をね持つ手、うん、で 銃を押さえる手のつもりで左手は右手を押さえる、でこれでもうあの動かない、動かしようがない形になる、はい、それを大友正治がマイナスエネルギースペシウムマイナスエネルギーで、はい、こっちをプラスエネルギーでスパークさせると光線が出るっていうふうにやったんですよ。理屈付けをね。理屈付けた。いいですね、うん。もう納得いっちゃいますもん。うん、さらにね、目の前で銃で組むことで、照準的なイメージもそうだよね。確かに、あの銃の照準とか、ね、体重に向けての。それを、あの、飯島さんと、要するにその、あの特撮の的場さんが、あの、特撮は引き受けたけど、義刀は自分は聞いてないから、うん、ということで、あの、まあ、古谷美恵さん、なんかウルトラマンに中入った人を中心に、その高野さんとか、飯島さんとかがその盾を考えるみんなで、うん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 、でその時にスペシウム光線のコースが生まれるんです、でその時は実はそのウルトラマンが口を動かすっていうところからスタートしてたから、うんうん、口喋ったりさっき言ったその口から炎を出すとかっていうアイデアがあったから、とりあえず口は動かそうと、そっか、口から出るんだったら動かないといけないんだ、うんうんうん、で仮面のヒーローなんだけども、はい、そのなんていうの、比較するものがないわけですよ、うんうん、でじゃあ口どうやって動かすんだした時に、まあその開いたら閉じるような仕掛けになってるんです。そこでそのここにシワがいっぱい寄っちゃったんですよ。あ、うん、でそういう最初のワンクールのゴムのお面で抜いたのはその動かすっていうことが前提なんですね。それでそれがそのシワクシャの顔になったのが子供に受けたんですよ、ね。それが良かったんですよ、ね。受けたんだ。もうね、怖いじゃないですか、最初にウルトラマンの顔って。そうですね。うん。そのしわくしゃで怒ってんだか笑ってんだか分かんない顔してる、うん、しかもそれが放映の2ヶ月前にね、5月の少年マガジンの表紙でウルトラマンが出て、ウルトラマンがネロンガとバルタン星人っていうおなじみの写真で載っかったんですけどね、で要するにそれがそのやっぱりその仕掛けとしてね、もう一番の宣伝になるわけですよ。でね、そのシートも実はその放映前、ウルトラマンのそのシートもその放映前に出たという、さっきのイラストもね、うん、そういうことが名残が残ってる、うん、でさっきこのね、うん、これはステレオって書いてあるところに注目していただきたいんですよ。そう、モノラルとステレオっていう話を、あのそのシートというかね、ししレコードに呼ばれるというのをさっき始めました。当時のねテレビの放送なんてカナダってまだ始まったばっかりなのに、はい、この音は当然一つのスピーカーからしか出なかったわけです、はい、ところがこのシートはステレオ化してるんですよ。左右から違う音が聞こえる。そう、電気的にね、まあ疑似ステレオにしてて、あ、疑似だから、ね、スペシウム光線打つと音がこう右から左にね、あ、映ったような気がする。かっこいい、うん、こうやってあの耳の中が通り抜けていった感じ。スペシウム光線の音が、そして今スペシウム光線の音が入ってしまっておりますが、じゃあこれ打つと、あの自分の、まあ、その時代だとイヤホンじゃないか、うんうんうん、あのこうやって置いてる、ものから右から左に抜けたような音になってるってことですね。なるほど。いや、いいなぁ。聞いてみたいです、これ。いつか聞かせてください。うんうん、はい。今度、こうね、見つけて、この辺のものをね、なんか、ハイライトをみんなで、そうだよね、聞くようなこともできたら楽しいと思うんですよ、ね。放送にできるかはちょっと確認しないとわかんないですけど、うん、ぜひ、あの、なんか、イベントだったり開けたらやりたいです、ね。うん、だからね、これ、ステレオっていう、ということはね、さっきのポータブルみたいなのじゃなくて、ちゃんとお家にある、ちゃんとこう、ステレオセットで、聞かないと、この効果が出ないっていうから、かなりハードル高かったと思いますね、どうしてね。じゃあ、その
の時を楽しみにということで、うん、そうですね、もうちょっともう1本ぐらい話しても大丈夫ですかね。はい、はいはい、ということで、ね、最後に気になったものを紹介させていただき、これは怪獣と お化け、まさに仲間ですか、救急路線救急救急タイムというウルトラ Q とお化け、あ、なるほどね、そういう合わせ方、TBS のね、うん、同じ時間、まあ、同じ枠というか、その1時間の中に、時間が一緒だったんだ。7時からウルトラQで、7時半からオバQ。ウルトラQが先なんだ。放映が先やしたのはオバQが先で、オバQの頃は大光剣士だったんですよね。で、それでウルトラQが始まるんだけど、まあ、一応その、ウルトラシーンっていう、オリンピック の高難度、の競技が出た時にアナウンサーがウルトラシー、ウルトラシーです、ウルトラシーですっていうのからウルトラ Q が来てるっていう説がまあ有力なんですけど、はい、Q はじゃあ何かって言った時に、まあ、クエスチョンの Q だろうっていうのがまあ定説なんですよ、うんうんうん、だけどまあオバ Q がねヒットしてたので、うん、みんなオバ Q 好きだしねまあちょっとそのガラモンなんかオバ Q みたいだしちょっとその唇の厚い怪獣がねウルトラは多いので、まあちょっと意識してないはずがないだろうって、ね、大人気番組だったわけですから、ね、ガラモン、ああそうガラモンと並んでます、同じ唇をしてる、本当だ、確かに仲良しみたいな、仲良しちょっと仲良し感ありますね、サイズ感が謎ですけど、うん、ほぼ同サイズになってるから、そうそうそう、オバキューが超巨大に見える、うん、へー、こんな、だからこれなんかはやっぱりその朝日ソノラマさんがね、ソノラマがこういう、はい、単独のね、うん、そういうシートでいろいろドラマを入れたりして出していた中で、はい、それに対抗する意味でコロンビアっていうのはまあ本当にそこで硬いレコードがメインで出してたんですけども、これもコロシートになるんですよね、はい、コロンビアのこの歌の大行進ということで歌をいっぱい1枚で聴けますよっていう本裁判を作って、あ、じゃあどっちの歌も聴けるんだ、で対抗してるというかな、この人気番組の勢ぞろいみたいな、お得セットみたいな感じで、そうですね、でもこれがねまさにウルトラ Q、うん、オバ Q の救急路線を象徴するジャケットになってるジャケットだよね、いろんな、ね、路線から攻めて、うん、でいろんなことを考えて、そのシート、あ、シート系のコロシートだったりができてるということで、なるほど、勉強になりました、いろんな質問答えていただきありがとうございました。こんなところで終わりまして、また次回に続きます。ありがとうございました。ありがとうございました。